インテルコア i5-13600K が来たー。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルコア i5-13600K になります。え、あんたこれ一体？今回は MSI さんからお借りしたので最新 CPU とマザーボードをご紹介していこうかと思います。なんだか仕出し品か。え、何その残念そうな顔は。ということで今回は2022年10月20日に新しく発売された新 CPU インテルコア i5-13600K と同じく新発売となった MSI MPG-Z790 カーボン Wi-Fi の検証をしていきたいと思います。今回は全世代のコア i5-13600K との比較もやりましたので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では最初にインテルの新 CPU について軽く紹介をしていきます。今回のインテル13世代 CPU は昨年発売されたインテル12世代 CPU をさらに改良されたものとなります。新 CPU は全部で6種類発売されました。6種類といっても内蔵グラフィックありとなしが含まれるので、実際は3種類といったところでしょうか。一番上のコア i9-13900K と KF、コア i7-13700K と KF、コア i5-13600K と KF になります。今回使用する CPU、コア i5-13600K は今回発売された中では一番ミドル帯の CPU で、価格が税込み57,800円となります。内蔵グラフィックなしだと3000円安い、税込み54,800円となります。昨年の12世代が発売された時、i5-13600K が税込み39,000円だったので、この価格差があってしまうのはなかなか難しいところですね。円安や電子部品の需給逼迫で価格が高騰してるみたいだから仕方がないところもあるかもね。12世代から何が変わったかも見てみましょう。まず、アーキテクチャは12世代のインテル7をそのまま採用されているのですが、CPU コアがラプター後部コアという新しいコアを採用しています。さらに各 CPU の E コアが増え、全体的にコア数が増えております。アーキテクチャがそのままなのにコア数を増やすって大変そうね。あの CPU の中にどのくらい余裕があったかはわかりませんが、きっと大変でしょうね。さらに最大クロックが上昇されており、年明けにはクロック 6.0GHz を超える CPU も出るという話です。6GHz。また消費電力も上がっており、i9 と i7 は最大 253W、i5 は最大 181W となっております。性能を上げるために電力を必要とするのも仕方ないですね。そして最後に L2、L3 キャッシュ容量が増えております。これらを含めて、12世代よりもシングルスレッド性能は最大 15% 高く、マルチスレッド性能は最大 41% も高くなっているということです。i5 ではどのくらい性能がアップしているのか後ほど実際に検証してみましょう。ということで簡単な説明は以上で、次に実際の CPU を見ていきましょう。シュララ。ではまずこの CPU のスペックのご紹介です。コア数が14コア20スレッド、クロックが P コアが 3.5GHz から 5.1GHz、E コアが 2.6GHz から 3.9GHz、L2 キャッシュが 20MB、L3 キャッシュが 24MB で、最大消費電力は 181W となりました。こちらは12世代の i5 と比べると E コアが2コア増えており、クロックも増加しておりますね。キャッシュも大きく増えており、どのくらいの性能差が生まれるか楽しみなところでもありますね。では実物を見ていきましょう。と言っても実は今回の CPU なんですが、発売前のレビュー用サンプル品としてお借りしたので、本来であればこういった箱に同梱されておりますが、今回は CPU のみとなります。大きさを12世代と比較しましたが、まあもちろん同じソケットなので大きさに変わりはありません。裏面のコンデンサの配列はよく見ると配列が微妙に違っていたりします。高さも見比べてみましたが、こちらも変わりありませんね。では続いて今回使うマザーボードのご紹介です。今回使用するマザーボードは MSI の MPG-Z790 カーボン Wi-Fi になります。今回 MSI から10月20日に同時発売されたマザーボードは全部で5種類あるのですが、その中では一番ハイエンドなモデルとなります。さらに超ハイエンドモデルも今後発売されるみたいですが、
ので、この5種類の中で唯一、DDR5 メモリ対応のマザーボードとなっております。ちなみに価格は 79,980 円になります。79,980 円。約8万円のマザーボードということで一昔前の超トップクラスのマザーボードと同じ価格ですね。では、早速開封をしてこのマザーボードの特徴を見ていきましょう。まずは外箱ですが、青系の配色をベースにかっこいい配色となっております。ではオープン。開けるとマザーボード本体と白い箱が見えてきます。では白い箱とマザーボードの下に入っている付属品からご紹介していきましょう。まず一つ目がクイックスタートガイドと説明書とシールが入っていました。こちらのシールなんですが、ラッキーくんの可愛いイラストがシールになっています。ラッキーくん可愛いわね。可愛いんですがこういうシールってついついもったいなくて使えないんですよね。続いては SATA ケーブルですね。後ほど詳しく説明しますがこちらのマザーボードは最大5枚の M.2SSD も搭載可能ですが、保存用とかに SSD やハードディスクを使ったりするから SATA ケーブルが入っているのはありがたいですね。一つは I 字タイプでもう一つは片方が L 字タイプのものが入っていました。続いては M.2SSD の取り付け金具になります。こちらは全部で4つ入ってました。全部使ってみたいですね。そして最後にドライバーの入った USB が入ってました。マザーボードの下に入っていた付属品は以上になります。続いて開けて一番上にあった白い箱も開けてみましょう。こちらは Wi-Fi のアンテナが入ってました。せっかくなので開けてみたのですが、このアンテナ、めちゃめちゃかっこよかったんですよね。おお、あんたの好みっぽい形してるわね。普段 Wi-Fi 使ってないんですが、このアンテナだったら使ってみたいなと思ってしまいました。では続いて本体を見ていきましょう。はい、こちらが本体となります。おお、かっこいいわね。黒ベースに今回はチップセットの上に文字も入っており、かなりイケイケな感じのマザーボードとなっております。ちなみに今回一緒に発売された H の方は DDR4 の白ベースの兄弟っぽい感じになっています。VRM ヒートシンクには大きめのドラゴンも書かれていました。こちらのドラゴンは電源を入れると光ります。ドラゴンのマークに賛否両論あるみたいですが、個人的にはこのドラゴンのマーク好きなんですけどね。あんた子供っぽいからね。子供っぽいとか言わない。ではこのマザーボードの特徴をご紹介していきましょう。シュラララ。まずはソケット部分ですね。こちらは12世代と同様に LGA1700 となっており、インテル13世代、12世代 CPU に対応となります。また MSI ではこのピンが折れた時の保証が6ヶ月ついております。続いてメモリスロット、こちらは DDR5 で4スロット、最大 128GB まで対応となります。速度は最大 7600MHz まで対応となります。ただし、使用する本数、スロットによって異なりますのでご注意ください。続いては電源周りですが、105Ah SPS によるダイレクト19+1+1フェーズ電源回路を搭載しております。MSI は電源回路に力を入れていることが有名ですよね。そういや電源回路に強い弱いってどういうことなの？近年の CPU の性能がかなり向上していて、その性能を発揮するためにこの電源回路が大事となってくるんですよね。高負荷時の負担が大きい部分だけに、高性能な電源回路を備えるマザーは安定性、信頼性、耐久性に優れているって感じですかね。なので同じ CPU でも使うマザーボードによって性能が左右されたりするんですよね。まあもちろん高負荷を連続して使用したり、OC などをしないのであればそこまで必要ないのかもしれませんが。続いて PCIe スロット部分ですが、一番上は CPU 直結の PCIe5.0 対応となっております。ただ現状 PCIe4.0 接続のグラボしか発売されていないのでこちらは今後本領発揮といったところでしょうか。M.2 スロットは全部で5箇所あります。で、この一番上のスロットなんですが、面白い仕組みになっているんですよね。面白い仕組み。今まではこのヒートシンクを外すのにネジでの開閉が必要だったんですが、今回のこちらのヒートシンク、なんとネジいらずなんですよね。え、ネジないの？はい、開け方はこのヒートシンクの横についているボタンを押すとそのまま開くようになっています。おお、これは面白いわね。閉めるときは、逆側の突起部分を取り付けてそのまま下ろすだけで止めることが可能となります。M.2 のネジ紛失の問題もこれで解消されるかもしれませんね。ではせっかくなので他の M.2 スロットも見ていきましょう。ということでヒートシンクを外してみました。
5枚も M.2SSD がさせるってすごいわね。M.2 の核対応はこのようになっております。2番目に関しては PCIe Gen 5にも対応となっております。IO パネルはこのようになっており、こちらの USB Type-C は、USB 3.2 Gen 2x20GBps となっております。では次に裏面も見てみましょう。裏面はこのようになっており、残念ながらバックプレートは付属されておりません。メモリの差し込み口のところは、SMT と呼ばれる表面実装工程となっており、従来のトゲトゲした表面はありません。そして裏面に小さく7と8が書かれているのがわかりますかね。こちらは8層基板が表記されています。1から6は見つけられませんでした。では最後にこのマザーボードの重さを測ってみましょう。重さは 1782g で結構重量感のあるマザーボードでした。では実際に組み込んで動かしていきましょう。シュララ。では組み立てる前に保護シールを剥がしていきましょう。保護シールを剥がすとかっこよさが際立って見えますね。確かにこのマザーボードかっこいいわね。では CPU を取り付けていきます。取り付け方は前世代同様にレバーを下から上げる形となります。これで取り付け完了です。では残りのパーツも取り付けました。今回使用したパーツはこちら。CPU は Intel Core i5-13600K と12600K。マザーボードは MPG-Z790 カーボン Wi-Fi。メモリは G-Skill DDR5-5600MHz 16GB×2。GPU は MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12GB OC で CPU クーラーは DeepCool AK400 を使用しました。それでは起動させてみましょう。せっかくなので初回起動時間も測ってみます。スイッチオン。映像もタイマーも5倍速にしております。果たしてどのくらいで立ち上がってくるのか。もう？はい、なんと初回30秒で立ち上がってきました。私も早すぎてびっくりしました。こちらがタスクマネージャーと CPU-Z になります。i5 でこのスレッド数。すごいですよね。第10世代の超ハイエンド CPU、Core i9-1940X と同じコア数で、スレッド数が Core i9-1900K と同じ、クロックとかはもろもろ違うところはありますが、i5 でここまでのコアとスレッド数はすごいですよね。確かにすごいわね。では続いて検証行ってみましょう。シネベンチ R23? ということでいつものシネベンチをやっていくのですが、ここで緊急事態が発生してしまいました。何、どうしたの？こちらの映像をご覧ください。温度に注目。もう100度。まさかのシネベンチ開始 4.5 秒で100度まで上がってしまいました。CPU クーラーを AK620 に変えてやってみたところ、残念ながら AK620 でも冷やし切ることができませんでした。i5 よね。どんだけ熱いのよ。ちなみにファン回転数を 100% にしても無理でした。なので、今度は MSI MPG コアリキッド K240 で試してみました。さて結果は。てかこれ i5 よね。めちゃめちゃ速くない？さすが14コア20スレッドだけはありますよね。なんとかこらえてくれました。では 12600K と比較をしながら結果を見てみましょう。結果はマルチが 23640 ポイントと 23578 ポイント、シングルが1964ポイントでした。最高温度ですが、1回のシネベンチでは94度まででしたが、10分間連続だと100度まで行ってしまったので、CPU の使用をメインにする人は 360mm まで必要かもしれませんね。12600K と比べるとマルチもシングルもかなりスコアが上がっており、マルチは約 1.4 倍、シングルは 1.07 倍程度向上してました。では次はゲーム検証してみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の最高設定で行っております。画面左が 13600K、右が 12600K となります。映像は5倍速で回しているのですが、FPS の変動はどうでしょう。
13世代の方が FPS が高く出ていそうな感じもしますね。平均も今のところ13世代の方が高いしね。では結果を見てみましょう。結果は13世代が22,527で12世代が22,214という結果になりました。同じグラボを使っているのに 10% ぐらい差が出るとは。確かにすごいわね。では次、ファイナルファンタジー15。こちらもフル HD の高品質でやってみました。あれ、 FF15 も13世代の方が FPS 出てる。まだ始まったばかりですが、ちょっと高いですかね。では結果を見てみましょう。結果は9514と9386という結果となりました。こちらはあんまり差が出なかった。というよりもグラボの性能が限界っぽい感じもしますね。では次、モンスターハンターライズ。今回もやってみました。モンスターハンターライズ、リプレイ再生ではないので参考程度に見ていただければと思います。一応同じマップ、同じモンスターと戦ってみました。こう見るとやはり13世代 CPU の方が平均 FPS が高いですね。また最低 FPS も20ぐらい13世代の方が高いので、割と安定して FPS が出せそうな印象ですね。では次、Apex Legends。 Apex もやってみました。まずは訓練場から。平均 FPS はあまり差がありませんが、最低 FPS は12世代の方が落ち込んでますね。続いて戦場にも出てみました。とりあえず同じようなところを走ったりしてみました。こう見ると13世代の方が安定して FPS が出てますかね。続いては戦闘シーン。こちらは全く同じ場所での戦闘ではないので、参考程度に見ていただければと思います。RTX 3060ということもあり、一時的に FPS が落ちることもありますが、割と FPS が出ているんじゃないでしょうか。もうちょっと強いグラボの方が差が出たかもしれませんね。しららら。ということで今回は、10月20日に発売された、Intel Core i5-13600K と、MSIMPGZ790 カーボン Wi-Fi のご紹介をしました。i5 なのに CPU 性能はかなり上がってたわね。ですね、私もびっくりしました。それとクーレイクーラーなんですが、シネベンチでは冷やしきれなかったんですが、 FF14 ベンチマークなどのゲームをしている時は冷やせていたので、一応使えないことはないかなと思います。ただ瞬間的に CPU の使用率が上がった時を考えると、少し余裕があった方がいいかもね。ということで本日はここまで。この動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。